はい、皆さんこんにちは。ソロギタリストの城直樹です。本日は、ソロギターアレンジ実況をお届けしたいと思います。本日扱う曲はカタツムリになります。ぜひ見ていってください。はい、今日扱う曲カタツムリですけれども、でんでんむしむしカタツムリで始まる曲ですね。皆さん一度は聴いたり歌ったりしたことがあるんじゃないでしょうか。今日はですね、これをギター一本で演奏するようにアレンジしていきたいと思います。いつも言ってますけれども、ギター一本ソロギターでですね演奏したい曲がある場合はですね、メロディーとそしてコードの情報があれば大体どんな曲でもギター一本で演奏可能にできます。ですので、何かアレンジしたいなという曲があるときはですね、メロディーとコードの情報をですねまず最初に手に入れてください。でその時にね、耳コピーするのもいいですし、自分で思い出しながらやるのもいいんですけれども、もともとね楽譜があるようなやつだったら、ピアノアレンジされたやつでもいいですし、歌用のね歌本みたいなやつでもいいですし、そういうやつをですね手に入れて、そこからまずはですねメロディーとコードをシャフして、そして最後に、ギターでどうやって弾こうかなって考えていくっていう方がですね、ちゃんと最後までそうやってやった方ができますんで、そういった方法をお勧めしております。ということで、今日はですねカタツムリの、ソロギターの譜面をですね、アレンジして書いていくっていうのを全部、最初から最後までお見せしますので、お楽しみください。では行ってみたいと思います。はい、いつも通りですね、ミューズスコアを使って譜面を書いていきます。ミューズスコアはね、無料で手に入れることができる譜面を書くソフトなんで、ぜひ手に入れて、皆さんもお試しください。スタートセンターから始めます。それではですね、新しいスコアの作成ですね。で、タイトルとかいろいろありますけど、これ入れなくても大丈夫です。次、ここ大事なんですけど、ギタープラスタブ譜ですね。これを選んであげてください。そうすると5000とタブ譜で書けます。はい、次、これも大事なんですけども、シャープとかフラットとかいろいろありますけれども、今からシャフする対象と同じだけのシャープ、フラットと、がついてるやつを選んでください。ちなみに今から、シャフする対象のやつはキーが D で書かれてる、シャープが2つのやつですね。これを選びます。で次、テンポ。これもね、選んでも選ばなくてもどっちでも大丈夫です。はい。次、あと4分の4とかもね、いろいろ4分の3とかいろいろありますけど、これもシャフする対象に揃えてあげてください。片詰めで4分の2ですね。はい。で、あとジャッキ、アウフタクト、小節数、この辺は別に入れても入れなくても大丈夫です。で、これで完了を押すと、これで空のでですね、楽譜が出来上がりますんで、適当なところをクリックして、コントロールボタンを押しながらマウスをグリグリグリって回すと、拡大とか縮小ができます。で、左クリックをしながら、左に右にってやると、こうやって譜面自体を移動できますんで、適当に書きやすい大きさにしてあげてください。はい、それではですね、ここから書いていくわけですけれども、まずですね、譜面を入れたいところですね、入れたいところを選んであげて、そして N、半角で N ってやると入力モードに入ります。その青い四角が出てくるんですね。これで入力モードに入って、実際にパソコンのキーボードと、キーボードで音を打ち込めるようになってきます。ですので、まずちょっとここを注目してもらいたいんですけど、数字ですね、点キーで4、5、6って打つと、これで8分音符、4分音符、2分音符ってね、こういうふうに、まず音の長さを選ぶことができるんですね。でそして音の長さを選んで、音の高さを次に入力します。音の高さはドレミファソラシドっていうのが CD、EF、G、A、B って対応してますんで、例えば、8分音符のラの音を打ちたければ4って押して A ってやるとこうやって音が入るっていう、そんな仕組みになってますね。でちなみに、普天8分音符ですね、落ちたければ4のドットですね、ドットを1回押してから、そして A を打つとこれで普天が入ります。で16分音符だと、3ですね、3を押してから A で、これでこんな風に、16分音符が入るんですね。でまあこういう感じでですね、全体的にまずは、シャフをしていきます。で、4分音符は5で、E なんでこうですね。で、9分を打ちたい場合は、その9分を打ちたい長さ、まあ、4分音符の9分だったら5って選んであげて、0ってやってあげると、9分が打ってまーす。今、反って、打ちたかったんですけど、間違えました。で、この場合はね、上下を押してあげると、こうやって、半音ずつ移動してくれますんで、これを使うと便利かなと思いますね。
で最後に、はい、こんな感じで一応メロディアを作り終わりました。はい、で余分な小節は選択して右クリックの消去ですね。こんな感じ。はい、で一回ちょっと一回ちゃんと打ててるか確認してみましょう。はい、まあ良さそうですね。はい、次にコードを打っていきます。コードを打つ場合はですね、落ちたいところの音符を選択してあげてコントロール K ですね。でそしてコードを打ちます。例えば D だったら D で、そしてスペースをしてあげるとこんな風に次の音符に飛んでくれますんで、打ちたいところまで移動してあげて打ちます。で、ずっとスペースを押しててもね、たくさん押さないといけないんで、次の小節の頭にもいきなり飛びたいっていう時はもうタブって押してあげると次の小節の頭に飛びますので結構便利ですね。こうやって打っていただきます。で最後に A7 の、はい、D、 はい、これでコード打ち終わりましたね。はい、これで今全部コード打ち終わりました。で次にやることはですね、D だったら D の音、レの音ですね。 A だったら A の音、ラの音みたいな感じでベースの音を打ち込んでいってあげます。でベースの音を打ち込むときはメロディーとね、同じ音に、同じセーブ、同じレイヤーに入っちゃうと、ごちゃごちゃして見づらいですし、いろいろとメロディーがね、どれだのか不明になったりとかしますんで、セーブの2、レイヤーの2に入れてあげます。で、どうやって入れるかというと、まず選択して入力モード N 入って、これ青いですよね。で今、こう青いの1がついてますけど、これをセーブの2にしてあげます。これでポチってやってあげると、これで緑になりました、こうね。それでこの状態でキーボード、パソコンのキーボードを使って打っていってあげると、ちゃんとセーブの2に入ることになります。これセーブの2に入りました。この緑になってますよね。で、ベース音を打っていきたいので、ギターで出せる一番低い音にしてあげます。この場合は4弦の D になりますね。こんな感じで、とりあえず、打っていきます。A だったら A って打ってあげればいいわけですね。この時別に何かを考えてるとかそういうわけではなくて、ただ単に、ベースを打っていってるだけです。はい、こんな感じですね。で、これで聞いてあげると、まあソロギターっぽく聞こえますね。で、これをですね、まあ、このまま D でもちろん弾いてもいいんですけど、やっぱ時々ね、こう、ベースの音とメロディーの音が被ってたりとかですね、いろいろ、まあ、弾きづらい部分もありますんで、他のキーで弾いたらどうなるかなっていうことで、この胃腸ですね、これで他のキーで見ていってあげます。例えば F だったら、こんなポジションで弾きますよっていうのがわかるんですね。で、これで全部見ていってあげて、まあ、どういうキーが弾きやすいかなっていうのを、見ていってあげましょう。C だったらこう、もう1オクターブ上げてみると、こんな感じになるよっていうのもわかりますね。で、次は、今、C 見たのかな。じゃあ G だったらこんな感じですよ。まあ、3フレット以内で弾けますよっていうのがわかりますよね。まあ、大概こういう曲は G で弾くっていうか、弾くのが簡単になりますよね。はい、D だったら、いや、D で書いてたかも、これは意味ないですね。D ですね。はい。で、A だったらこんな感じ。オクターブ上げると、こんな感じ。まあ、A も簡単ですけど、まあ、5フレットまでこうね、行っちゃったりとかするときもありますんでね。はい。で、次。はい、E だったらこんな感じ。うん。オクターブ上げるとこんな感じ。まあ、G が弾きやすそうですね。G をもう一回見てみましょう。はい。G、G だと、こんな感じでいきますよと。まあ、全体的に3フレット以内にメロディーは収まってますよね。で、G の時に、ですね、この、今これ、3弦の0に入っちゃってるんで、これ全部、ちゃんと6弦の3フレットの一番低い G に移動させたいと思います。で、この時いっぱい G あるんで、ちょっと一個一個やってると時間かかっちゃうからですね。こういう時便利なのが、このセーブの2だけを選択する。この選択フィルターってやつがあるんですけど、セーブの2だけを選択するっていう状態にしてあげて、これでコントロール A で全部選択しますね。この時に、今、セーブの2だけが選択された状態になってますんで、これでオクターブ下げてあげる。コントロールで下を押してあげると、これで、G が一気にバンって下がったわけですね。で、その代わりこの D も一緒に下がっちゃったんで、そうすると、この弾けない音域に入っちゃった場合、この赤になりますんで、これは、ちゃんと弾ける音域に戻してあげます。まあ、G を
この作業するよりかはこっちの方が早いんじゃないかなと思ったんで、今こういう選択をしてみました。はい。で、この状態からじゃあギターで一体どうやって弾こうかなっていうのを考えてあげるんですね。じゃあ今からここでギターを初めて持ちます。ギター持ってきますね。それでは、はい、それではですね、ギター持ってきてましたんで、今からちょっと軽く弾いてみたいと思います。ですね、一応ベースの方ですね、まあこうやって1拍目と2拍目だけにこうバーストが入る感じでもいいとは思うんですけど、この1拍目の裏にもちょっと入れてあげた方が、わかりますかね。こんな感じでいこうかなと思います。なので要はここで一応ここ普天八部で裏が16になってるんですけどね、この間の音をちょっと入れてあげるっていう感じにした方がちょっとこうなんだかリズミックな感じになるかなと思いますんで、ここに要するにこうやって8分音符でこうベースを入れてあげて、で次にここでこういう風に伴奏が入る、こういう方針ですね。でこういう感じで次も一緒ですね。で G B D で、ここは一応、ちょっと歌が落ち着くところなので、この、シボンですね。で、繋いであげると。で、B の、D、G、B、D と。で、ここがどうしようかな。で、ここもあれですね。レファラのラの音を語源で入れましょう。低い方に。ですね、でこれでレを超えて入れてあげる。でここ落ち着いて一応シャープで、ここから先は歌の終了部分は全部シャープでいこうかなと思います。こんな感じかな。そうするとこんな感じですね。ちょっとこの2拍目ですね。2拍目は、こんな感じになるんで、2拍目はですね、ちゃんと和音をですね、ちょっとストロークも混ぜながら、弾いてあげたいと思います。そうすると、G か。G だったらここ、こうですね。で、ここは
いいかな、ここですね、ここちょっと G の音出してあげる、ここも出してあげる、で、あとここですね、ここも G、ここを出してあげるってことですね、ここも出してあげて、でここ一応 D7 になってるんですけど、まあここ G でいっちゃってもいいかなと思いますね。別にいいかなと思います。なんでこんな感じかな。はい、こんな感じでいいと思いますね。結構弾きやすいんで、これギター、ソロギター1曲目でも練習曲としてもいいかなと思います。はい、ということで本日は、ソロギターアレンジ実況でカタツムリをお届けいたしました。ソロギタリストのジョー直樹でした。それではまた。